はい、ウェットコンディションの練習はされてますか？雨予報を狙って練習に行くことはありますか？ということで質問いただいたんですけれども、昔はね、土日練習行きたいなと思って、雨降ってたら、そのまま雨走ると、レインタイヤ持ってって雨を走るというふうにやってましたけれども、今は好き好んでね、雨を練習しに行くっていうことはほとんどしません。っていうのも、雨を練習というかね、雨のセッティングを、自分のセッティングをね、どうしたらいいかとかっていうのを勉強するために走った方がいいんじゃないかなと思います。じゃあファイナルはどうなの？人によってはね、ファイナルそのままで走るよっていう人もいれば、ショートにする人もいるし、それがね、一丁ショートなのか、半丁ショートなのか、4分の1ショートなのかとかね、いろいろありますから、サスセットも自分は雨だったらこういう方向に振っていかなきゃいけないっていうのが当然ありますし、で、はい、で雨の量にもよってそこら辺のセッティングって全然変わってくるんで、今雨の練習する必要ないよっていう人もいると思うんですけど、それっていうのはレース時の雨の量、じゃあね、前もっての例えば2週間前雨降ったら練習しようっつって、雨練習したとしても、その雨の量が違うんで、一概にね、そのテスト結果がレースの時に役立つかっていうのとはまたちょっと違うんですけど、ただ雨走ってればこういう方向性だなっていうのはつかめるわけじゃないですか。それを勉強しに行くために雨を走るっていうのは大切だと思います。で、もうすでにね、雨はこういう感じだなっていうふうに、掴めてる人は、そんなにね、ガツガツ雨練習しなくてもいいんじゃないかなと、僕は思います。なんでね、たまにね、気が向いたら雨走ろうかなとか、整備する、その後のね、整備をする時間があるんだったら、雨走ればいいと思います。GP ライダーのようにね、メカニックがね、たくさんついてね、雨走ったっても全バラして、なんか細かいところまで掃除してくれるっていう環境にいる人は少ないと思うんで、そういうのも含めて、雨走るかなどうかなっていうのをちょっと考えてみてはいかがかなと思います。はい、そんな感じです。もっとね、細かいことを知りたければ僕自身ね、もっと気にしていることとか、僕はさっせとこういう方向ですよっていうのは知りたい方はね、やっぱり匿名の質問なんじゃなくて、ちゃんと DM してもらえればもうちょっと話せることあるのかなと思います。はい、人と人とのコミュニケーションなんでね、知らない人にね、ベラベラこう喋るのもちょっとなっていうのもあるんで、自分もね。はい、じゃあそんな感じで、よろしくお願いします。質問他にもね待ってますんで、よろしくお願いします。バイバイ。